今回の伊原チャンネルは、思い出のアパート伊原アパートから、ジャックの僕のですね同期の2人を招いて、佐久間浩二お願いします、井口真嗣お願いしますと招いて今日は、鍋を昔懐かしい白菜鍋を、食べながらやりたいと思います。イエーイ。さあこれできてんね懐かしいやろこのアパート。懐かしい ね、 ねよくぞ残ってたね。いやほんまやね、この一軒だけなんか時間が止まってるみたいな佇まいよ。いやこれでも今来たら狭いやろ。狭いイメージはこの倍ぐらいの広さのイメージあったけどな。白菜よりはちょっと、はい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 、昔は白菜だけやってんけど今日はなんと豆腐もついてます。いや豪華。時に来たやろ。あザグって やる。え手はやめとくか。いやいやいや、ご時世やし、コロナ終わってる、うん、ちょっとその芯の部分も入れて。芯好きなの。うん好きやから。お前昔からわがままやね。いやマイペースマイペースマイペースやね。いやでもな50過ぎてからそれがすごい分かってきた。 あ俺ってわがままやったんやな。この人還暦になりました。おめでとうありがとうございます。この人俺より1個上や、はい、来年還暦です。まあ、ほら俺一人っ子やんか。で伊原は何人兄弟やっけ。5人の長男やん。長男で2人兄弟の長男やんか。長男、まあ、そこがやっぱ違うんだよねこう感覚が。何の感覚。いやだから俺はマイペースやと思ってるんやけど結局それは自分勝手やったっていう。だってオーディションの時初めてやってさまだ俺18やろ。20歳やろ。19やろ。大学生やったんな。大学生で佐久は佐久ちゃんは大学も行って何してた2年間。いやとりあえずバイト東京出てきて何かやりたいことをいろいろ探してたのバイトしながら、うん、であのジャックの舞台を見て、うん、俺はあっち側に行きたいなって思ったよ。なるほどな。2人ともだから同期でこの、華やかな芸能界を。憧れてな。井口はアイドルやってたよね。3人組でジャック・ブラザーズって歌手よ、はい、見てね。YouTube で見れるよな。なんかあるみたい。ある恥ずかしいわ。いやいやでもなかなかのもんよ今見ても、うん、ちょっと早すぎた時代で。そうだね、うん、時代が早すぎた。あの頃だから少年隊とちょっと張り合ってたやんな。いやいや即かき消されたタレント少年隊とデビューしようちゃん。いや1個先かな。お前が。そうよ。お先輩か。先輩すごいね。お前がよくアイドルやってたよ。なやってたよな。笑っちゃうわ本当に。あのほら話戻るけど初日のジャックのあのオリエンテーションの時俺井口入団式で伊原で偶然3人が並んでたんでね。ああ、うん、で真ん中に井口でそうそう、うんで、なんか言われたんやろこいつに。いやそうだほら友達にねやっぱなった方がいいと思ってどっから来たのって、まあ、まずお前に聞いたんでどっから来たのってそしたら大阪やと高いとこからそうそう偉そう大阪やそんなの文句あっか言うてそれはいやいやそれはもったいない。大阪や文句あっかっ違うこいつがすぐ戻る俺はどこから来たのってほら標準語にも慣れてへんわけほんで舐められたらあかんのって大阪やでもそれ普通は大阪 やでもこいつの中で も大阪背の高いやつが上から大阪やかっこやね文句あんのかみたいな女の文句あっかでもその雰囲気あったよ。こうやって腕組んでグワッとこういうポーズでずっと黙ってたから怖い、うん、俺も何やあいつって思ってた。怖いから俺は隣にいるお前に先に、うん、声かけたらあのいや俺ちょっと大学行ってさ水曜日の練習出られそうもないんだよねって、まあ、今考えてしょうもないことだけど、うん、聞いたらこいつなんて言ったってさはいライバルが減ったわ初日がこれだよ初日がいややっぱ大学生ってなもう俺らからしたらもう敵よなあの頃ぬくぬくとなそういや分かる 今だったら分かるけど そんなやつに負けてたまるかっていうその時は気持ちがあったもんな。あ、うん、いやでも家帰ってお母ちゃんにいやなんか
すごいやつらがいたって絶対あいつらとは友達にならない。いや、お前どこ実家たまに行ってご飯食べさせてもらってお父ちゃんとか三味線の弾くお父ちゃん、そうそう三味線弾いてて麻雀やってて勝ってるともっといっぱい頼んでいいぞ、なんかうなぎとかさこれ俺の大好きな朝日っぽい、はいはいはい、鍋のことも、まあ最初がそれだったからね俺たちはね。それネギもらうよこっち、うん、それお前の箸、はい、どうぞ。はい、じゃあお久しぶり、はい、どうもよろしく。よう、そんな中でお前友達になれたね。ほんまだね今だって俺2人としか付き合いほぼないもん、まあ、40年やな。40年、ちょうど40年。一番俺のこともね悪いことしてることよく知ってんの。いや、もう言えないこといっぱいあるんでね。何何まあまあほら、あの、まあ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 、生じゃ、まあまあまあ、生じゃないから、はい、もうやばいことはもうカットしてもらおう。あ、そういうことね、了解でいいか。これほとんどあの編集してないからね。もうこれこれでいくか、まあ直橋はちょっとやめとくかな、ご時世な、うん、ちょっとこれで臭い白菜だけやから。なんかでもこういう風にすると白菜だけでも高級に見えるな。いやいや、これとさ、うん、サントリーホワイトがあればもう何もいらなかった時代よ。今日はネギも入ってるよ。ええか、先もらうよ。豆腐もある。うわ、うん、どう、うまい、おいしい、うん、ちょうどほらいい季節よ。ここ夏あんまりできなかったらクーラーないなくて暑いからさ。夏は暑いね。このこたつがやろ。俺やっぱこたつすこたつな、こたつは人をダメにする。いいね、かっこいい。こたつは人をダメにする。学生の時とかこたつで勉強しとってはかどったことないやろ。そのままこう寝るか。まあ、ここで寝る。もう寝落ち必ずする。どこ入れといていいのこれ。どこ、この横か。うん。いや。うまいな。うまいよ。白菜の甘みがよう分かるやろ。なこれでも当時はごちそうやったよな。そうよ、だからこんな外で食べられる風になってもな。でこの二人は今ですね、佐久間は、まあ、個人でスポーツトレーナーをやってて、まあ、過去にあの若野花高野花とかもやってたな。んあと松岡修造もやってたんや。いや、修造くんをやってない、あの杉山愛さんとかと関わりあったから2シーズンほど。そうそう、うん、まあ、そういうプロの、まあ、チームも見てたりとかトレーナーとしてずっとな頑張ってようやってるよな、まあ、今ほらあのデイサービスとかも行って、あのおじいちゃんおばあちゃんに体操指導とかもやってる。あ、そんなのやってる、まあ、年相応に な, なで井ノ口はやっぱりやめて、スポーツジム、大きなスポーツジムに勤めて、そこのまあ支配人やったり、うん、まあそういうオープンさせたり、うん、なんかマネジメントやマネジメント、まあ、そっちだね。なやさっと一緒に辞めて、そういう、お前らなんかそういえば2人でなんか辞める前にあのなんかお笑いコンビみたいなやるでやってんかった。そうそう、俺がアイドルを辞めた後お笑いコンビやろうって言ってで最後のねライブでコントをやったんだよね、うん、勉強したもんね、あの頃さ、誰だシャララとかさ、シャララなんちゃんとかさ、うっちゃんなんちゃんとかと同期か。いやいや、うっちゃんなんちゃんの舞台見に行ったり、あとなんだわはは本舗見に行ったりとか、そういうの勉強してたんですよ。でちょっとお笑いやろうって誘って、で事務所にもやるって言って、最後のライブ見に来てくれたでしょ。行ったよ。行ったじゃん。行った。あんま面白くなかった。うるさい。うるさい。でコントやったんだよ。やめた方がええよ。タップもやっただろ、あの時。コントを15分ぐらいやったんだよ、ね、まあ、でも自分たちもそれで気づいたんやろ。そう、それ で, それで気づいたの。その手応えを感じて引退しました。あ、そういうことかと。そういうことかと。気づいたね、あれはね。いやいや、やっぱりお前のジャック・ブラザーと一緒で、早かったんだよ、時代を先取りしすぎたんだよ、きっと。いやー、でもお前笑ってたよ、結構。そうか、声聞こえてたよ。いや、だからお前らの頑張ってる姿、まあ、そこな、そこ
そういうことね。でもそういうことね、あんまり近い人間が、こう、お前の舞台もそうやけど、いまだに見に行っても、やっぱちょっと照れくさいとこがあるもん。ああ、そう、まだ頑張ってるなっていうのがすごいこう元気もらえるけど、うん、なんかやっぱり、またやってると思うと、ちょっと照れくさいとこもあるよ。ああ、そう。うん。で、この白馬はね、昔結構踊りのジャックにいながらダンサーで、うん、塩見悦子さんとかのバックダンサー、真田広之さんのバックダンサーやってた、うん、ミュージカルに出たり、こういうのが得意分野だったよね、うん、ミュージカルの方、うん、で怪我をしてたよな。お前が自分から振った。そういう振りか。そういう振りね。はい、最初にジャックがやったあのスタントマン物語っていうコマでやったあれを見てジャックに入ろうと思って、で最終的に5年6年後ぐらいか、スタントマン物語の再演が決まって、うん、あ、これにやっと出れるようになったんだと思って、その稽古の最中に矢原君に、肘ぶつけられて骨折して、舞台出られませんでした。あれでも俺もダンス限界感じて。ある意味な、俺がいいのを、そう、雰囲気、踏ん切りつけさせてくれて、ありがとうございます。その時怒ってたよ。覚えてる。っていうか、肘というか、あれなんかほんで勝手に録音されてたよ。だからその時に、嫌なのあれはまだ手で何度か出ようとしてたの。そうそう、ギブス巻きながら。3日もしないうちに、もう一回やったよ。3日もしないうちに、自転車に突っ込まれて、突っ込まれて、カバンの中のレコーダーが勝手に録音されて、タクシーに、なんか降りた時だっけ、うん、なんかあれで自転車に突っ込まれて足を骨折したの。でその骨折した時にカバンをバーンと落としたんですよ。でそこに録音ガチャって録音のスイッチが入って、その時からいてーっていうとこから全部録音されてる。で自転車の人と会話でいて大丈夫ですかっていてーってずーっと入ってて、で普通だったらお前ふざけるなよってやるんだけど、佐久間の性格だから、うん、いやいや大丈夫です、僕俺が悪かったみたいなのがずーっと入ってて、でタクシー乗ってどこどこお願いしますガチャって切れてる。ああマジで。だからその録音テープ、まあ、結局出れなかったんだよな。出れなかったんだ、まあ、だからお前のせいもあった、まあ、心残りだよそれは。やっぱりいまだにあれに出たかった。まあ俺もだからその当時はダンスのレッスンとかやったからね。そうやけど手足がないからよく人とぶつかるのよ。ぶつかってた。俺に近づいてくるなよって言ってたよ。そうぶつかっても近づいてる、ぶつかっても気がつかないから、うん、あだ名がザウルスだったんだよ当時。ザウルス、ね、そうそうそうよーぶつかるんだ。あと寄ってくんだね、よくね。こう寄ってきて、うん、おいおい、いいなーとかで、こう、怖いの、怖い。こうなんかこう、でかいから。でも、うん、いいなーとか言ってこう、まあ、ザウルス、ザウルスってね、みんな言われてたね、そしたらね。ああ、違うの、俺、やっぱりそうやって寄っていくのは、なんか、うん、あんま、お兄さんやから、いいの、ね、んだよ。お前からお兄さん扱いされたこと、一回もないわ、全然。甘えようとしてたやん。気持ち悪いよ、もう。豆腐もらっていい？まあ寂しがり屋だったのね。入れるか豆腐。いいよいいよ。もらって。豆腐入ってんじゃん。うん。タンパク質。豆腐それで終わりやで。本当だ。本当だ。一回触ったらこれもう一回入れとくわ。ほんでなんか俺の持ってきてくれたんやろ？俺が映ってるやつとか。持ってきたよ。ちょっと何からいく？え？お前のダンスレッスン受けてるどことかちょっと見てみる。どんなやそんなんあんの、うん、それないねん。それは冒険の旅っていうなんか写真集やジャックの。おお、そんな。ああでそれでなんかいろいろこう、あれは俺なんでそんな、あ俺はもう過去振り返れへんからもう引っ越しの旅に捨ててんねんな。ほらほら、もう付き合ってた女の写真も全部捨てるよ俺。ほんまかほんまや。お前持ってんのそんな。もうない。昔のないない。ほらちゃんとこうやってダンスのレッスン出てるよ、井原くん。どれどれどれ。恥ずかしい。恥ずかしい、それお前。ちょっと。出てるやろ、バッチリ出てるやろ。マーミー先生。そう、マーミー先生。踊ってる踊ってる。佐藤さん。おお。なんか UFO みたいな。恥ずかしい。あとほら、もう忘れ、このレッスン、ほら。これこれ演劇の意識して意識しての人。おああこれ俺やんけ。そうそう冒険
なやってるよちゃんと。おお。あ、これも俺よう映ってるやんけ。出てるんよ。だからその頃は真面目に練習出とったんよ。ほんでまだそのなんかメインになってる人の裏とかでよう映ってる。そう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 。だでかいから目立つんよな。あこんな落ちるのとかやってたんだ。そうそうそう。体育館だな。あとほらパントマイムよパントマイム。ママ子さんやで。どれ米山ママ子さんね。ほんまあこの人とかいたこの人可愛かった。わかる。真田さんほらこんなカナダすごいよ。あとほらあの風呂場の上半身裸でみんなで吠えてる写真出てるんちゃうかな。おおるかな、まあ、おるんちゃう多分これああ俺おるこれ俺だよでこれ井ノ口だよ。おおええ体してるやんけ、うん、お前五感ええ体してるやんけ。俺おるおれへんよ。いるいるこれおらんか。いやどっかにねこれ違うな。いやいないやあこれおらへんか。もういないよ。これ？これ違う。あ、これや、これや。そうだこれや。デコしか映ってない。まあデコデコや。お前お前お前。俺や。ああ、うわ、みんなええ体してんな。ひろゆきさんこの前になんか腕立て伏せしてたの覚えてるかな。取る前に。おね井ノ口ちゃん何もできる。うん？わほら不安の。ほれほれ。これこれ。おお影の軍団で1年間頑張った大場健二さんとやら君に1年ぶりを振り返る。あこれファンクラブだ。おこれお前これ見せたくない。見せたくない。お前こうじゃん。ほらそうそう無理や。お前が無理や。ない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 やだお前こんなあほらむっちゃアイドルやろ。これがこれやでほらこれがこれや。カメラさんも笑ってるよ。お前振り返えよ。これ俺さ、あそうや、なんかハワイとか行って これ俺なんやけどさ、これさ俺この人にさエレベーターの中でしばかれたことあるよ。俺この人大っ嫌い。ええんか。ええよ大っ嫌いこの人ほんまに。影の軍団の最初のタイトルロールだっけ。ああん時のお前ガーッと走ってんのに顔笑顔やな。こいつなんか笑ってんの。なんで笑ってんのってで後で聞いたらいやこれに出たかってんって。でこれでもうやってると思ったらもう嬉しくて嬉しくてしょうがなかったんっていうそういう純粋なとこもあったんよね。いやほんでむっちゃ引いてるから奥の方でもうカメラめっちゃ遠かったんだからそんな映ってると思えんかったんだよ。いやもう丸分かりよ。ほんならニコーニコニコしながら走ってたな。そうニコ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 忍者なんだなんだこれ。お行ったこれ爽やか。楽しかった。ハワイにファンクラブのツアーで行ったやんなこれ。ああこれほら爽やかやん。うわこんな持ってんのお前すごいね。爽やかだなみんな。この時にハーレ借りてな。あのバイクあんじゃん。なんか乗ってると思う。うわほんま俺連れてってくれて嬉しかった。なんで俺連れてってくれたんやろ。期待されとったんちゃうの、うん、むっちゃ爽やかこれ俺売れるな。いや爽やかやむっちゃ、うん、これ松田洋次も来てたやん。なんか知らんけど。あ、ヨジいたね。ああ、この頃からだからファンがついてて、お前とかファンすごい。よう、プレゼント持ってたもんな。なあ。で、俺にくれてたんやんけ。これいらんとか言って。言ってない。お前、言い過ぎ、それは。言い過ぎてほんまやんけ、これ。いやらいるかとか言って。くれてた。こいつ、その時給料5万やで。お前これハワイギャラ出たんだろ、ちゃんと。出たよ。お前5万しかもない。出たよ。俺はそれ出るって聞いてむっちゃ交渉した。いや合宿の時よ。お前らギャラ出ないでさ、で俺が給料5万でさ、
で、ええよな、お前は腕立て伏せ1回1円やとか、1円、2円、3円とか言って、こうなんかよくね、言われた覚えがある、そういえば。そうやな、俺らだって合宿は基本的にな、うん、方針みたいな感じでさ、トレーニングで出へんのに、こいつら合宿、まるまる例えば1ヶ月行ってたら、それで5万円もらえる。1円、2円、3円。で、アパートも一応暮らし、何、当てても、量が量、ジャック量っていうのがあって。ほんでファンの子からつむさんなんかさいっぱいもらいもしてさなもらいもしてさなでも俺覚えてんねんその時に井口に言うなよ井口アイドルでお前浮かれてたらあかんぞアイドルっていうのはねいつまでたってもできないから次のこと考えてやった方がええよっていうのは俺それはなんか知らんけど覚えて言ったことあるやろいや全然記憶ないもうもうその時点でその時点で浮かれてたからもうそんな言葉入ってこへんねん、ね、浮かれてたのは認めるでその頃ってだってなんでこいつがね井口がアイドルに抜擢されたかっていうと毎年行く合宿で必ず前で余興させられんねんな、うん、なんかあれなもうオーディションみたいなもんだよねあの余興それが面白かったから、うんなんか千葉さんになんかトシちゃんやったんだっけいやもうね何やったシャワーの気分ああトシちゃんねやっぱなんかやんないだったってねって聞けよあの練習とかでこうみんなこうあって千葉さんが来た時あったじゃん大久保に、うん、千葉さんが来るって言った時にで千葉さん来てみんな整列してこう前歩いてで伊原の前に行くと千葉さん止まるんですよでやだお前もっとねトレーニングして立ち回りやって頑張れって言って俺とかの前はスーッて素通りをもしていくから、うん、これはダメだと思って一生懸命モノマネをやってたんだよあの頃これ見りゃ分かる売れるやん伊原剛と囲む仲間たち仲間たちさなぞひどいなそれはちょっとでもその写真はできすぎやなできすぎやすごいななかなかええ顔しとる自分で言うのもないけど大型新人ってあったよどっかに大型新人大型新人まあ、まあ、ほんまにでかいからあ俺オーディション受かってたんやこれちゃうの結構受かってたんやなんか秋吉久美子さんの相手やああはいはいはいあれもジャックの時あ覚えてる覚えてるだから俺やっぱり何かを持ってたんやおお大型新人伊原剛志あこのあれや舞台やったからほら、これに受かってるから。これ何やっけ真夜中のパーティー。ああ、真夜中のパーティーな。にオーディションで受かって19歳。見に行った。だから俺は割とやっぱり持ってたんや。まあ、そういうことやな。そういうことや。エリートコースだね。お前ら、お前らやが。俺たちはほらもうな、もう隅っこの方なんかこう頑張ってたって感じだよな。いやさ、お前隅っこじゃん、アイドルやってたよ。結局何年やっとったの歌は2年だから結局3年ぐらいかなやってたの、うん、でちゃんと正式に解散したのしたよ解散コンサートやったじゃんで お前とコントやったんじゃん あれが解散コンサートだったコップにチップにゲップだよってあのギャグだよもうそこコップにチップにゲップだよそこ 何の伏線やっけお前が俺にタップを踏んでくれっていう伏線でもうで俺がなんかこうついで飲んでゲッてやって取っときたまえってやって、うん、お前がうんって言って違うそれはコップにチップにゲップだよって言ったらドカーンって受けてこれいけるかなと思ったけどダメだ面白かったよあれ覚えてないお前笑ってたよいやちょっと早すぎたお前ようそんなことまで覚えてんね早すぎたあれは、うん、お前ひょっとして昔の思い出にお前浸って前に進んでないタイプちゃうああ全然大丈夫大丈夫コップにチップにゲップだよって使っていいよどうか使えるか使えるか使えへんしすぐ忘れてしまうわコップにいやね大変なんだアイドルもおじさんになってからアイドルやったから大変なのいやでも俺ら3人ほらまあ年齢ね、うんうん、と年取ってまあ老けたけどハゲたりしてへんしむちゃくちゃ太ったりしてへんし今んとこな、うん、だからまだマシって変わり映えがそういう人むっちゃ変わってるよ同級生もあって、うん、男ってやばほとんどハゲて分かる分かる太ってたら誰か分からんやろなまあな女性は鏡ある人が多いや、うん、やっぱ
でまあ太ったりしてるけど、男って全く、俺この間別に同窓会とかそうなっちゃうけど、友達、たまに会う友達がいて、そいつが連れてきて全然わからなかった。誰お前っつって。やっぱ髪の毛って大きいよな、全然印象違う、全然印象が違う、な、まあでもいつか来るな、まあまあ、まあ、ことやからな。さくちゃんもう孫おんねやろ。おるよ。何人？3人半。何人半って何？あの4人目がもうお腹におる。おお。はやと頑張ってるわ。孫が4人かよ。すごいな。え、じゃあはやとが4人ってこと？そうそうそう。ほう。お前は？え、ないよ。孫ないない。あ、前は結婚してるの？ないない。子供もな、割と同世代もな、ちっちゃい時遊ばしてたよ、ね、行ったよね、一緒に泊まりがけで行ったよね。懐かしいね。私はもうあのバツイチになりましたけど、お二人はね、つないでてまあな、いろいろあるわな、やっぱりその家庭家庭でやっぱりこいつが昔そういえば付き合ってるさ、アパートにご飯食べさせに行ったやんな、俺、ね、あの高円寺のさ、ほんでアパートで、あの女性と一緒に暮らしてて、うん、俺ベランダから登ったことあるもん。いや、こいつの登場はね2階からこう入り口じゃなくて、急にこう2階のベランダから入ってる。塀に登って塀からガーってやってひどいな、現れた、ね、それは何、うおーとかって。それはなんで開いてへんからそこから入るの。え、びっくりさせたろもう通報されても何も言われへんね。1階は1階の庭なんだよ、でそこ庭に忍び込んで上がってるっていう。あの裏の塀があるのよ。塀があるから届きやすいので、届いてうわって掴んでギューって上がって、うわーってこの驚き方がまためっちゃ面白い。ほんでこいつんち、もう一つ楽しみ、なんで向かいのお姉さんが裸で出てきてたやん。あ、水商売やってる風の驚いたや、驚いた。こっちから見えんのに、もうある時間になったらスポンポンで出てくるんだよな、お風呂から。嘘みたいな話だけど、いや確かに確かに、俺も見たことある、見たことある。いやね、驚いた、綺麗で。あ、でも驚いた、あれが楽しみやった。あれが楽しみ。お前の部屋2階だっけ。2階2階で、そこって見下ろす1階だっけ。違う違う、同じ2階だっけ。2階2階あったね。よく覚えてんな、そんなの。まあ、そういうね、こう楽しみだけ覚えて、楽しみだけ覚えていや、でもようご飯食べさせてもらった、鍋よくやったよね、あそこ。俺ら3人で暮らしてたことありやん、一回。あの桜上水俺の、 あの桜上水のアパートに、はい、転がり込んで、そうそう、ね、たまたま3人でしばらく、でその時俺とイノは、舞台のリハーサルで、あけぼの橋のスタジオに通ってたわけで、寝る場所さ狭いからさ、あれも6畳とかそんなもんやんな、キッチンちょっとあったから。そう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 。ほんでじゃんけんで決めて、 お前負けて押し入れやんな。っていうか、あれ違う、これは持ち主だから、ああで、そうかそうか、お前は押し入れ入らないから、だからそこで俺は押し入れに出ることになったんだよ。ああ、そう、あ、おめでとう。だからお休みっつってこう閉めるんだから、からお休みって閉める。ええ空間やったよな。俺忘れられへんのが、俺と井ノ口が揚げ物増しのスタジオに行ってリハーサルしてる最中に、そのスタジオの事務所に電話がかかってきて、電話かかってきた。で、はい、佐久間さん電話入ってますって言われて、はいって言ったら、その事務所に千葉さんだとか塩見さんだとかいるわけよ。みんなみんないた。でパッと取ったら井原から電話で、はい、なんかあったんかなと思ったら、佐久ちゃん今晩米何合炊いといたらね何合炊いといたらねってそれ千葉さんもみんないる中で、じゃあ3でお願いしますってそういうことで失礼しますって切って、もうビビったよお前、そこにそんな電話してくるかって。当時携帯とかもないからな。だからなんで俺そんな電話したのかな、分かんない。だから多分俺が細かかったからだと思うよ。あ、ほんで怒られる方で、そうそうそう、聞いとかな、なんか何個そんないっぱい炊くなとか。でトイレも誰が掃除をするんやって話になった時に、お前が一番距離があって、あのしぶきが飛ぶからお前がしろっていう話に俺した記憶があるよ。いやいやいや、そうね。もうな、ほんで俺お前のところでわからんけど、なんか起きた瞬間に
あれだ、なんか冷蔵庫がなんか違う違う違う、タンスの扉が開いてたんだ半分で、俺がこいつはなんかこうかゆくていつもポリポリボリボリかいて、俺 は鼻炎だから鼻をブン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 こう鼻かんでたんだよ。さあこいつがうるさいわーって起きた時にこうちょうどこうねこう棚のタンスあってここの角にガーンとぶつけてちょっと血出ながらうーってこう起き別になったのかな。でもそれを見て二人おかしくて大笑いしながら練習行ったんだな。うん、おい、そう痛いけど俺また寝ちゃったよな。ほんで朝起きたらこっちの塊。うるさいわ。そう、タンスのあの立て付けが悪くてカチャッと閉まらなかったんだ。開いてて、ヒューッと開いたところにお前がバーンと起きて、あの痙攣したもんな。ピクピクピクして。そう、おいおい。寝起きでさ、うるさい、もう寝てんのもう。うるさいうるさいってやってゴーンっつって、もうな、星が飛んでたと思うね。でそのまままたスーッと動かなくなったから、本当に気絶したかと思ったもんな。いや今だったら大丈夫かとかやるけど、なんであの時大笑いしてただ去ったんだね。だからお前ら冷たかったよ。いやいや俺でもあれ3ヶ月ぐらいいたんじゃないの、あれ舞台やって練習の時からずっと、うん、え、なんでお前あの時一緒に泊まって行ったんだっけ。俺は合宿免許行ったよ途中で、大島に。大島に大島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 で俺が合宿免許行って、車とバイクの免許両方で取って、大島やぞって早く取れるし安いしっつって、こいつ行ったよ。こいつ行ったら大島噴火して、噴火して避難民テレビ映ってたよ。帰ってこれなくなっちゃって、ね、目の前で三原山がドカーンっていうのも見ました。もうほんとビビった。ついてない、ついてない。いやいや持ってる男なんだよね。もう分かってたら、うわ話すネタできたと思ってほんと喜んだ。その時はジャックにいたん。いたいたいた。だからお前の紹介のジャック絡みで行ったんだ、あの時。ああ、うん、だバイクの時のこうなんかこうウォーミングアップとかがジャックでしょとか言って、こういきなり手を上げてここに蹴れとか言われる。蹴ってこうやってウォーミングアップさせる。そうなん。あとバイクで乗ったらバイクが倒れた時のやり方とか言って、なんかバイク走って倒れて、これスタントマンの練習じゃないんだけどなって本当にやってるの。おそうなの。あとさ思い出した、急にお前らと話してたら3人でさ、なんとか陽子、あの音楽爆風スランプとか、はい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 、村上さん、はいはいはい、村上陽子の家にあのクーラーついてるから涼しいから、それだけの理由で俺そうクーラーついてるだけっつって3人で泊まりに行って、俺んからな、あの優しくしてくれてたんですよ、背の高いな、もう本当に世話になりました。世話になってご飯食べさせてもらったりとかさ、ハゲさんとさな、ほんで行った時に俺覚えてるのは、洗濯しようもで洗濯機開けたらそのヨーコちゃんのパンツ履いてて、うわあ、覚えてないよそれは。覚えてないよ。パンツ残していくなよみたいな。それ妄想じゃないのか、違うのか。違う、ほん本人に言うだもん。お前さパンツ残しとくないよって、まあ。それも黒いパンツだったら覚えてる。でも一応あの洗濯終わった後のやつやろ。あ、音、うわ、うわ、うん、くしゃくしゃ。で、折れへんようになってすぐ行ったから、なんか爪、ちょっと濡れてた。で、それ、こう、持って帰って。違うよ、そこをこうやってやって。持って帰って。クーラーね、クーラーはほんと欲しかった。なあ、だからここも、そういう意味では、この電気見て、これ。懐かしい電気。これ、まあでも、風吹いてます。ガタガタガタって言うの。まあ、でも、やることやってたよなこのアパートで。いやいや練習がこの近くの大久保のスポーツ会館っていうところがジャックの練習場でだね、うん、でちょっと早く着いた時とかはタバコ吸うかな。このアパートに伊原の家でちょっとこうインターバル取ってから一緒に行こうっていう、うん、ことが結構あって、うん、で一回いつものように来て、おあの練習行こうや、タバコ吸うて、ええよええよ、うん、行こうって言ったら戸開けてくれへんねん伊原が、うん、どうしたんって、で一生懸命俺が開けるんやけど、こう中で閉めてるわけよ、うん、でどないしたんって言ったら、ちょっと開けて今ちょっと開かんねんって、でプッと中見たら布団がこんもり動いてるんよな。でそれで俺初めて察して、ああ分かった、じゃあ先行っとくわって言って、
で偉かったのはその後お前ちゃんと来たもんな練習に何言われるか分からない、うん、それはもうあのちゃんとやってるなと思うんだよ。何をやってた？ん、いやいやだから練習に来たなと思って。練習をやってる、うん、やってるなっていう。若かったからな。いやそれここに来た時に大江さんに言われた。もう井原くんはもういろんな子が来てなんか賑やかだったわねみたいな。やっぱその印象があるんよきっと。そうそうそう、大江さんが言う。いやそんなことも、でもまあよくこん、まあ、こんなって言うとあれなんけど、アパートにさね女性が来てくれてさ、だってねトイレもさ共同だしさ、近くのあ行ってたお風呂があんのよ、まだ銭湯が。行った？うん？行った？いや行ってたよな。まあお前がそんだけ、まあ、撮影できへん、魅力的やったっていうことや。もうそういうことしとこう見るかさっきのどれや。え、いやろ囲む囲んだ回。もうなんかもう俺らの時代で言うともうこれだから。もうコカコーラの CM やんかもう。でも実際出とったもんな。そうやコカコーラ。コカコーラっぽいやん。なあそれ。アイフィールコークや。爽やかテイスティーだね。そうやね。いやなんか面白いな、話したらこうどんどん浮かんでくるん、ね、思い出してる。じゃあまたこう第2弾はこう鍋じゃなくてなんかこう違うもんを囲んでちょっと質素にやる。ちょっとええもん。トレーニングする？ええもん。あ、え別にええよ。全然できる？うん、お前できるの？大丈夫だよ。うん、ほんま。まあ、食べるんだったらもうちょっとこうええもん食べよう。ちょっと肉あの、うん、にお肉入れて今回次は。昔は思い出さ。昔は質素。ここ来るとこの階段登ってくると、あ18歳9歳の俺は。あ この階段きつかったなとか思い出すわけよ、うん、こう原点、うん、思い出の井原は、まあ、でもほんまに最初に戻るけど、このアパートよう残っとったな。よびっくりやわ。なんかメッセージ感じるわ。あなあもう一回ここに戻ってくるっていうなあなあなあまあでもまた来年も再来年も集まれるように頑張りましょう。長生き、長生き、うん、やっぱり健康が一番や。もうおっさんだってこの会話なんだ大体。いやまあそれはしゃあない。まあでもその通りだな、うん。今回の井原チャンネルは、思い出の井原アパートから、佐久間佐久ちゃんと伊能を、真似てお届けしました、はい、ありがとうございました。昔これジャックの挨拶。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも、はい、よしよし、チャンネル登録よろしく。